それでは河野俊嗣候補よろしくお願いします。皆様こんにちは。今こちらから見ておりまして、こんなに多くの皆様が集まっていただいている、クリスマスイブ寒い中、そんな中でこれだけ多くの皆様に激励をいただいている、震えるほども感動に包まれております。ありがとうございます。今日は私が尊敬する河野大臣をお迎えをして、そして森山先生、武井先生、中峰先生にも温かい激励の言葉を賜り、大いに感激をし、やらなければならない、改めて覚悟を決めたところであります。17日間県内を回ってまいりました。行く先々で寒い中、皆さんが待っていただいて、頑張れ頑張れ、あんたしかおらん、負けるな、多くの多くの激励をいただきました。県民の皆さんの気持ちを全身に受け止めて、私がやるしかない、改めて強い決意を固めながらの17日間であります。そしてこの冷たい風が吹く寒空の中で、現場で頑張っておられる皆さんの姿がある、農家の皆さん、建設業の皆さん、林業、漁業、さまざまな現場で頑張っておられる皆さんの姿、今3年にも及ぶコロナ、私たちの暮らしに大きな影響を及ぼしています。そしてこの原油高、物価高、さまざまな現場の皆さんの姿を見るにつけ、何としても私はその暮らしを守っていくんだ、私がその先頭に立って宮崎の再生を図っていくんだ、そしてそのことができるのは私を置いて他にはいない、確信をしたところであります。私は宮崎が大好きなんです。宮崎を愛してるんです。だからこそ12年前、あの好天気が発生をして、どうなるかという時に、国家公務員としてのキャリアを絶って宮崎に骨をうずめる決断をしました。お墓も買いました。12年、誠心誠意、また皆さんとスクラムを組んで仕事に取り組んでまいりました。一歩一歩前進をし、さまざまな成果が上がってきた。先ほどいろいろご紹介をいただいた通りであります。何としてもこの宮崎を、100年に一度といわれるこの南極にある宮崎を守っていきたい、強い強い思いがますます私の中で高まっております。今回の選挙は全国が注目する選挙になっています。私たちが問われているのは、過去を選ぶのか、それとも未来を選ぶのか、そのことだと思います。あの16年の前の過去に逆戻りするんですか、それとも皆さんとスクラムを組んで一歩一歩前進をして、いろんな成果を出してきたその先の未来を選ぶんですか。宮崎県民の選択が問われています。時計の針を巻き戻すことがあってはいけない、私は強く感じています。過去に学ぶことも大事だ、でもこの100年に一度という難局を乗り越えていくには、私が築き上げてきた国、県、市町村、経済団体、そのがっちりとしたスクラム、県民の皆様が力を合わせて前を見据えて進んでいく、その先にこそ宮崎の希望あふれる未来がある、皆さんそう思われませんか。例
えばこの駅前広場、 JR 九州と宮崎交通が連携をすることによってアミプラザができ、県がこの駅前広場を整備し、全く風景が変わってきた、にぎわいの拠点ができました。連携をするといろんな成果が上がる。一つの例で、まさに皆さんが立っているここがその例です。でもこの100年に一度という難局、とっても厳しい状況です。でも何としても私が3期12年の経験、実績、そしてオール宮崎でまとまる体制、そのことを使いながら何としても克服し、県民の皆様の暮らしと経済を守る覚悟です。そのことができるのは3期12年ひたすら宮崎のため、宮崎の発展のため、宮崎に腰を据えて私は皆さんと共に歩んでまいりました。さまざまな困難な問題、高低域もあれば台風災害もある、人口減少問題もある。でも私は逃げない。真正面から向かい合って知事としての重荷をしっかり背負いながら、責任を背負いながら一歩一歩進んできた、その私だからこそ実現できる、そう確信をしています。私は58歳、働き盛りです。ぜひ私にこの4年間を託してください。宮崎の未来を託してください。これまでもそうであったように、皆さんとがっちりスクラムを組んで、必ずや安心と希望あふれる未来の築いてまいります。私にかけてください。心から心からお願い申し上げます。厳しい選挙です。皆さんの力が必要です。何としても後押しをお願いをします。お一人お一人の後押し、その輪を広げていく、そのことが選挙後のスクラムを組んだ宮崎を築いてまいります。ぜひ私と共に宮崎の未来を築いてまいりましょう。どうかどうかどうか皆さんお願い申し上げます。よろしくお願い申し上げます。宮崎県知事候補河野俊嗣が熱い思いをお届けいたしました。皆様お聞きくださいましてありがとうございました。